自分が中心だったのに完全にそうじゃなくなってきてるんですよね。ここでの相良の態度がいつもと明らかに変わってきますからね。はい、どうも、ヤギステーションでございます。今回はね、最高の教師、相良考察、1話から7話までの相良の心境の変化を考えるっていうのをやっていこうかなと思っております。はい。8話の題名のですね、本当をさらけ出せないあなたへの本当をさらけ出せないっていうのは何なのか、そしてあいつは俺のせいで死んだっていう言葉の本当の意味は何なのかっていうところを考察していきたいんですが、もちろんそれは最後にしますが、詳しくは直前考察でするとして、今回はそれに行く前に1話から7話までの心境の変化を考えていこうと思います。これによって相良の内面が分かってくるかもしれません。ぜひお付き合いいただければと思います。では始めます。まずですね、相良のプロフィールからいきます。すべての行動軸において楽しいを優先する人物っていう風に書いてあるんですよ。しかもこれは自分中心であることが前提であります。で、これはホームページのプロフィールには書いてないんですけれども、なんでこんなことを言うかっていうと、これを如実に言い表しているシーンがあるんです。それは5話で、これディレクターズカット版なんですが、相良が西野たちにちょっとボソッとこうつぶやくシーンがあるんですよ。俺らが砂場で一生懸命お城を作って楽しんでたのに、その隣で違うお城を建てて楽しんでるやつが俺はどうにも我慢できない人間らしいっていう風に言ってるんですね。これはかなり自己中心的な考えなんじゃないかなという風に思います。自分が中心で楽しいが優先ということですよね。なのでこれを元に考えていきたいかなと思います。そして相良の気持ちの変化になるんですけれども、これ5話と6話のところで大きく決定的に変化してるんですよ。なのでそれに至る過程を順を追って考察していきます。まず第1話です。時期は4月です。この時は相良たちが中心になって鵜久森をいじめています。これはいわゆるノリの一つで楽しいと感じてやっているんじゃないかと思います。まあ罪悪感があったらこれはやっていないと思うので、まあ多分そうだと思うんですけれども、まあいわゆるその場が楽しければいいという感じなんじゃないでしょうか。そしてですよ、ここで何より大事なのが、自分が中心でみんなが遊んでいること、自分が作り出した空気でみんなが遊んでいることっていうのが何より大事なんですよ。やっぱりそれはめちゃくちゃ快感だと思うんですよね。だけどここで突如九条のキャラチェンによって自分中心の楽しいを邪魔するやつが現れたんです。これは全く面白くないですよね。自分中心のお城を脅かす人間が現れたんです。ただですよ、この時点ではまだ全然俺が中心、まだまだ余裕だけどもちょっとムカつくなといった感じだと思います。そして第2話に行きます。まず工学研究会の物質を相良たちが乗っ取ります。そして野辺が九条里奈対策委員会を発足します。鵜久森を除いた29名がグループに即参加します。自分たちが中心の団結で排除運動を楽しんでいる感じです。しかしここでちょっと本編の内容をカットするんですけども、最終的に瓜生と香坂がグループから抜けます。これで27名になりますね。でこれディレクターズカット版になるんですけれども、相良はこの抜けたのをファミレスで確認するんですよ。でこの時点ではまだそれほど心境に大きな変化はないと思います。邪魔しに来やがって苦情ムカつくわぐらいなんじゃないかなと思っております。そして第3話に行きます。第3話は九条の殺害予告が書かれた回になりますね。眉村が物質を返してくれと主張するとネクスト鵜久森っていう風に言って脅して楽しんでいるんですよ。しかしここで最終的に眉村と日暮らしにちゃんとハブってほしい、関わり合いたいとは思っていないっていう風に懇願されて、それに対して相良はマジで言ってんのっていう風に答えるんですよ。これは逆らったらどうなるか分かってんのっていう風にも取れるし、予想していなかった言葉に驚いているとも取れるんですよ。でこれ3話見た時点だと、逆らったらどうなるか分かってんのっていうムカつきオンリーなのかなと思ったんですけれども、こう1話から7話までこう見返してみると、そうじゃなくて予想していなかった言葉に驚いているっていう風にも思えるんじゃないかなと思うんですよ。まあなのでここら辺から相良の心境が徐々に変わって
っていったのではないかなっていうふうに考えられます。そして九条里奈対策委員会から眉村日暮が抜けて25名です。そしてこちや阿久津も抜けて23名で、もう一人謎に抜けて22名になってるんですけれども、これ後に星崎っていう風なのがディレクターズカット版で出ているので、これ星崎で、が抜けて22名になります。そして4話に移ります。で、4話は相良目立った行動はしてないんですけども、裏で浜岡に江波のことで何か吹き込んでるんですよね。で、4話終わりで浜岡が相良に江波が釣れないんだけどとぼやいて、相良は無言でスロットを打つんですよ。まあ、ここで詳しい心境はちょっと読み取れないんですけども、ただ無性に腹が立っているっていうのは確実だと思います。これ徐々に自分の言う通りにことが運んでいないように感じられているんではないでしょうか。そしてこれが後に5話への事件へとつながっていきます。で、これはちょっと、本編には描かれてないんですけれども、江波と須原がおそらくグループ抜けてるんですよ。で、これで、20名になります。そして第5話です。で、これ4話と5話の間に夏休み挟んでるんで、まあ大体1ヶ月ぐらい間が空いてます。で、9月1日から始まって、九条が9月30日に文化祭があるよっていう風に言って、イベントの責任者に水名を指名します。で、その後、その準備の話し合いの時間に、ちょっと、まあ、うぐもりの発言でクラスがギクシャクするんですけれども、クラチが前に九条先生が言ってたみたいに、したいことを自由にしたいと言えないのは怖いなと思って、っていう発言をしたのをきっかけに、クラスが活気づいて一丸となるんですよ。しかし、それに向けて、後日みんなが楽しそうにしている姿を、と相良が見ていて、ボソッと言葉を漏らします。で、これ初めに言ったんですけれども、俺らが砂場で一生懸命お城作って楽しんでたのに、その隣で違うお城建てて楽しんでる奴が、俺はどうにも我慢できない人間らしいっていう風に言ってるんですよ。これディレクターズカット版になりますね。そして九条里奈対策委員会のグループも機能していないとぼやくんです。ここもディレクターズカット版です。おそらくここで心のイライラがマッククスになっているはずなんですよ。全然面白くない、ふざけるな、俺が中心じゃないっていう、こんな感じの心境なんじゃないかなっていうふうに思います。もちろんこれこの場の仲間たちの前では平然を装ってますけれども、相当これ怒り狂ってるんじゃないかなっていうふうに思ってます。そして相良が浜岡にサンディの文化祭を破壊するように依頼するんです。しかしここでまさかの不発で終わるんですね。これはかなりショックだったんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。これ言って見れば犯罪行為を犯してんですよね。で、そこまでやったのにそれが不発で終わってしまったんですよ。しかもですよ、逆にみんながさらにこのことによって一丸になっちゃったんですよ。今までは自分が中心だったのに完全にそうじゃなくなってきてるんですよね。これはショックと、こう、なんて言うんでしょうか、言い知れぬ敗北感があるんじゃないでしょうか。これリアルタイムで見てると普通はショックとか敗北感とか全然感じないで、ただ単に相良はこのことについて相当ムカついてるんじゃないかというふうに思うと思うんですけれども、この次の6話を見るとそうとばかりは言えないのかなっていうふうに思えるんです。そして決定的な6話です。ここでの相良の態度がいつもと明らかに変わってきますからね。で、6話は10月です。1話の始業式から半年経ってるんですよ。話数的には6話しかやってないんですけど、半年が経過してるんです。これ実生活ではかなり大きな日数だと思うんです。そしてここで大きな変化が起こってきます。まず、迫田がクラスメイトに T シャツ代を請求されて切れているシーンがあるんです。その時に相良は大きくため息のような呼吸をしてるんですよ。みたいな感じの呼吸なんです。なんだか面白くないなっていう風な感じ。これ普通だったら、こうニヤニヤして笑って見ているような感じなんですけれども、そうじゃないんですよね。そしてその直後に、よもぎだから、もういいよ、飽きたよ、お前らのその感じって言われてしまうんです。まさかここでクラスメートから決定
定的な言葉は言われるとは思っていなかったと思うんですよ。完全に空気が自分たちで回っていないのを実感させられる言葉じゃないですか。そしてそこから相良は鵜久森にお前とお話ししたいんだけどっていう風に呼び出します。そして鵜久森に普通になんねっていう風に提案します。しかしここでまさかの鵜久森はそれを拒否するんですよね。これはかなり面食らったんじゃないかなと思うんです。いつもだったら自分が提案すればみんなそれに従ってきたじゃないですか。鵜久森のいじめにしても工学研究会の部室にしても九条リナを追い出そうっていう嘆願書にしても全ての空気を作り出してきたのに、ここに来て言ってみればいじめていた一番最弱と思った人間に拒否されるんです。これは怒りというよりかは何が起こったのかすぐに理解できていないっていうような感じなんじゃないでしょうか。だからそれに対して相良は動揺した感じで、じゃあなんでついてきたんだ的な感じで、ちょっと驚いた感じの弱々しい感じで言うんですよ。ここが一番のポイントじゃないですか。本来だったら自分の提案が拒否されたんだから相当ムカつくはずなんですよ。じゃあなんでついてきたんだよ的なことを言ったっていいと思うんですよ。ただそういう風には言っていないんですよね。これは相良の心境に大きな大きな変化があったっていう風に予想して十分いいと思うんですよね。強気でなくなってる、むしろ弱気になっていてひるんでいる面もあるんです。でも心の奥底では言い知れぬこう怒りっていうのはふつふつとこう溜まっているわけですよ。でもどうしていいかわからないんですよ。だって何にしたってこのクラスは自分中心では回ってくれなくなってきてるんですよ。でその状態で7話に行きます。九条の鵜久森さんの死に向き合うという言葉に対して、向き合うつっても何すんの、真実見つけようって探偵ごっこでもすんのっていう風に返して、でその後の生徒だけの話し合いの時にはこんな時にはだんまりかよっていう風に高坂に突っ込まれるんですよ。7話はこれくらいなのであんまり考察はできないんですけれども、ただもし鵜久森を殺してしまっていたらこんな探偵ごっこでもするつもりかよみたいな余裕なことは言えないと思うんですよね。いくらこのクラスの中心人物とはいえ普通の精神状態ではいられないと思うんですよ。っていうか警察行けって話ですから。まあ、なので平然と見せかけていますが、心の中では相当こう動揺しているんじゃないかなっていう風に考えられます。とここまで相良の1話から7話の心境を考察してみました。ではここで改めてどのように変化していったのかっていうのを簡単に整理したいと思います。まず今までは自分が中心、自分のお城でみんなが楽しく遊んでいた。しかし九条の出現によってちょっとずつそれが崩れそうになっている。で九条対策委員会も人が減りほとんど機能しなくなった。そして怒りマックスで行った文化祭破壊行動もまさかの不発で終わってしまった。しかもクラスの人間が逆に一つにまとまってしまった。自分たちを除いて。これにはかなりのショックと無力感があると感じます。全く楽しくない。そしてその楽しさをなんとか取り戻そうとして鵜久森にした提案も拒否される。もうこの時点で仲間以外自分を中心では回ってくれていない。でそこから来る無力感、虚無感、何者でもない自分、何の力もない自分、そういった実感を全身で感じているのではないでしょうか。そして突然起こった鵜久森の死で、前の動画でもこれちょっと言ってるんですけども、私は今回鵜久森さんの死については相良は関わっていないっていう風に予想してます。で話は戻るんですけれども、で果たしてこの鵜久森さんの死の出来事について相良は何を感じたのか、でここで最初に戻ります。本当をさらけ出せないあなたへっていう、本当をさらけ出せないっていうのは何なのか、あいつは俺のせいで死んだっていう言葉の本当の意味は何なのかっていうところに戻ってくるんですけれども、これまあ、ちょっと僕の軽い考察になるんですけれども、これもしかしたら何の力も持たない自分を認められないっていうのがイコールでさらけ出せないっていう風になるんじゃないかと思います。でそれを誇示しようとしたせいで鵜久森は最終的に死んでしまったっていうことなんじゃないかなっていうふうに思います。
で、これもう少し直前考察までに考えを深めておこうと思うんですけれども、この全体の流れを考えてみると、こういう風になっていくんじゃないかなという風に思っております。はい。ちょっと長くなっちゃったんですけれども、以上が、こう、1話から7話までの、相良の、こう、心境の変化っていうのを考察してみました。まあ、これ全然違うかもしれないんですけれども、こう、皆さんの中でね、いやいや、違う、こういう風な感じなんだよっていう風に思うことがあれば、ぜひね、コメント欄で書いていただければと思います。はい、では今回はこんな感じで相良考察終わりたいと思います。次は直前考察です。第8話楽しみに待ちたいと思います。それじゃあまた。